こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。とうとう決まりましたよ。決まったね。うん。まあ、やっと決まったというか、はい、まあ、ロッテの粘りもね、大したもんだったんだけども、はい、クライマックスシリーズファイナルステージ、はい、第4戦、パ・リーグだけ今日行われましたけれども、そうだね、はい、はい、で、まあ、オリックスが勝利をし、はい、まあ、2023年日本シリーズの対戦相手が決まったという、うん、対戦カードね、対戦カードね、はい、でオリックス対阪神タイガース、まあ、両リーグ1位のチームがね、はい、勝ち抜けたということで、はい、10月28日から、うん、京セラから始まるというね。はい、これも関西のチーム同士でこれまた大盛り上がりですね。いやー、そりゃそうだね。うん、はい、で、亀谷ちいちゃん今日もよろしくということで、はい、お願いします。はい、はい、まずはじゃあそれではちょっとゲームにね、行きたいと思います。今日のね、ゲームをとりあえずあのオーダーから見ていきたいと思います、はい、でね、この中でね、紅林がいないね、今日ちょっとオリックス下位打線6番からちょっと昨日からと違うんですけどね。そうそう、まあ紅林がいなくなったんでね、うん、あのちょっと変えてきたんだけど、紅、うん、林が今日の練習中、うん、左手首あたりをちょっと違和感を覚えて今日ベンチから外れたんだよね、うん、で新しく野口をショートに入れたということで、うん、ちょっとオーダーがガラッとちょっとあの下位打線が変わっちゃったけどもね。またちょっと紅林選手心配ですね、それね。はい、はい、でロッテの方は茶谷、うん、を宮城ということで相性がいいということでね、うん、まあ、入れてきたし、まあ、藤原もね、うん、11の5相性がいいんだよね、だからまあ入れてきたという、はい、で先発ピッチャーは宮城と種市ということでね、ね、はい、ということで始まりました、はい、はい、これもうねロッテは後がないのでね、まあ、そうだね、はい、はい、ということで、はい、早速それではゲーム、はい、ね、行きたいと思います。それで結局3対2ということで ね、 そうだね、接戦も接戦だったんですけど、まあ、接戦だけどね、うん、だけどねっていうようなゲームだったんだよ、うん、で、まあ、ロッテ初回、うん、これはね宮城の立ち上がり、はい、で他の先発ピッチャー山本にしかり、うん、前の試合で登板した投手たちっていうのがやっぱ立ち上がり硬かったんだよね、うんうん、だけど宮城は全然関係なかったね。まあ、見事に立ち上がったというね、伸び伸びと、はい、うん、で次はオリックス、はい、初回1回裏ね、はい、種市が9月の28日から、うん、肘の炎症を明けて久しぶりの登板だったんだよね、はい、今日がね、はい、で、まあ、中川を取るんだけども、うん、西野にフォアボール、はい、で森これがねフォークいいとこ落とすんだけどさ、見逃すんだよね、うん、でこのインハイの球をものの見事に持ってった、うん、これはねやっぱ森の凄さだね。なるほど。でこの高低もいっぱい使いながら抑えようとしてたんだけど、その高めを持ってった森の技術の高さ、まあこれが光ったホームランだったね初回は、うん、で昨日なかなか点が入らずに、うん、で今日ポーンと取れたっていうことはまあ完全にオリックスペースになっちゃったなっていう。なるほど。まあ宮城の出来から考えるとね、今回は、そうですね、オリックスがね初回にこう先制するということでね。そうそうそう、まあ、うん、昨日はねやっと2点をもぎ取ったけども、うん、若月と頓宮で ね、 ね、まあ、だけど今日はあっさり初回に点を取ったという ね、 ね、まあ、主導権を握ったという、はい、で4回、うん、4回これロッテの攻撃、はい、はい、で宮城、うん、今非常に安定してたんだけどもさ、はい、まあ、石川にヒット、ワンアウトから、うん、はい、でポランコのショートゴロでランナー入れ替わって、うん、2アウト1塁ね、はい、で茶谷がセンター前を打つ、はい、茶谷が2打数2安打なんだよね、センター前で、うん、やっぱり相性はいいんでしょうかね、相性はいいんだね、うん、で、まあ、1点でも返せるかなと思ったら、まあ、安田調子がいいんだけども、うん、やっぱ宮城が左に対して投げるスライダー、これはやっぱなかなか打てないわ。うん、あ、まあ見事な投球で、まあ、レフトフライということで点にならずという、うん、でその裏4回裏オリックスね、オリックス、はい、ワンアウトからこれね、ピッチャー変わるんですよね。そうそう、ここ東に変わるんだよね、はい、まあ、種市もね、うんうん、あのホームラン以外はすごくよく投げたと思うんだよね、はい、だからまあ久しぶりということで、うん、まあ、立ち上がり相当緊張感もあったんだろうね、はい、で3回、4回の裏東に変わる、はい、でセデーニョ三振、うん、杉本レフト前ヒット、はい、宗がライト前ヒットで1・3塁ワンアウト1・3塁ね、はいはい、を作って、うん、バッター若月、まあ、昨日のヒーローだよね、うん、ピッチャーライナー、
すごい、うん、まあよく取ったけどね、うん、でゴンザレスがセカンドゴロいい当たりだったんだけど正面をついたというね、うん、まあそういうので、まあ、無難に切り抜けたという、はい、そして5回裏5回の裏の、はい、オリックスの攻撃ね、はいはい、ここもねピッチャー変わるんだよ ね森亮太郎、はいね、久しぶりのやっぱり一軍登板だったんだけど、うん、この3人の取り方、はいはい、ピシャッと取ったんだよね。あ、5回裏の5回裏、うんうんうん、でね、あ、これ流れが変わるなっていうふうに思ったの。なるほど。あ、これはいいピッチングしたと思って、うんうん、その6回、はい、先頭バッター荻野、うん、この5回はね、セカンドゴロピッチャーゴロ見逃し三振っていうね、そうそうそう、うんうん、まあ、テンポも良かったし ね、 ね、3人できっちり終わって、はい、6回の表のロッテ6回を表1番から、うん、はい、ね、しかも1番からね、荻野、うん、がレフト線ツーベース、うん、で藤岡のショートゴロの間に、はい、荻野がサードに進む、ワンアウトサード、うん、はい、でここでね、はい、俺感心したのは、うん、オリックス2点勝ってるじゃない、うん、前進守備なんだよね、うん、1点もやらないという守備を守備体系を取るんだよ、うん、そしたらピッチャーもやっぱ低めに投げる、外野フライダメだからやっぱ低めに1点もやりたくないんだな、ベンチはそういう指示を出してるんだなということで、うん、宮城がやっぱ低めを低めを丁寧に つくんだよね、うんうんうん、それで石川をサードゴロ、はい、でそれでランナースタートしない、うん、でツーアウトランナーサード、はい、でポランコ三振ということで、うん、見事に0点で帰ってくるんだよね。ここねとても重要だったということですよね。終わってみればその1点っていうのがどれだけ重いもんだったかということ、その意識がすごく大事だったということだよね、うん、で6回、はい、ね、6回の裏、うん、こういうチャンスの逃した後はピンチがあるロッテはね、うん、はい、でオリックスは逆にチャンスがある、うん、先頭の森、うん、ね、ピッチャー変わってないんだよ森亮太郎 ね、このまま投げてる、ね、はい、このまま投げてるんだけども、うんうん、レフトの右にツーベースヒット、うん、はい、でセデーニョ、うん、これ4番なんだけどさ、俺進塁打打ちに行ったのかなと思ってさ、うん、返しに行くんじゃないかと思って引っ張り上げるんじゃないかなと思ったら、うん、やっぱボテボテのセカンドゴロを打つんだよね。これによって森がサードに進みワンアウト三塁を作る、うん、なるほど、はい、はい、で杉本、うん、レフトオーバーのツーベースで森を返すというね、はい、これが3点目ね、うん、3点目、うん、難なく1点を取るというね、はい、だから先ほどの6回の1点やらなかった、うん、こっちは取ったということでも完全にオリックスのペースになっちゃったということだよね、うんうんうん、で7回表、7回の表ね、ロッテの攻撃ですね、ロッテの攻撃、はい、ここからね、宮城に変えると思わなかったんだけど、はい、まだね、うんうん、球数も少なかったし、うん、でも阿部に変えてくるんだよね、はい、で茶谷を、三振、うん、で安田にライト前のヒット、うん、で山口サードゴロ、はい、でランナー入れ替わって、うん、ツーアウト一塁ね、はい、はい、で佐藤が、まあ、セカンドゴロで0点に抑えられると、うん、ね、ね、うん、でその裏、はい、7回、うん、ね、東條がマウンド、はい、森投手に代わって、はい、東條投手にピッチャー変わりますね、はい、で、まあ、レフトフライ先頭バッターゴンザレス、ゴンザレスですね、はい、野口がライト前ヒット、うん、まあ、紅林に代わってね、野口がショート守ったけど非常にあのショートとしても動きも良かったし、うんうん、ミスなく無難にこなしてくれたということで、ね、はい、で中川、ツーアウト取られながら送りバント、はい、でランナーを進めてツーアウトランナーセカンド、うん、で西野に変えて T 岡田、うん、はい、ね、わ、大歓声だったね。うん、これはもうね、頓宮もしかりこの T 岡田もしかり日本シリーズを睨んでの、うん、やっぱ起用だと思うんだよね。なるほど、うん、で選手のモチベーションだとか、うん、そういうのを高めるために、うんうん、まあ、ここで T 岡田を持ってきて、はい、見事にセンター前打つんだよね、はい、で森のところで坂、ね、ピッチャー坂本、はい、2アウト1・3塁のところで、はい、T 岡田選手にダイソー大城ね、大城選手を送って、はい、ピッチャーが坂本投手に変わると、はい、はい、それで、フォアボール、うん、でセデーニョをセンターフライという、はい、これ2アウト満塁だったんですけどね、うん、よく0点に抑えたよね、うん、はい、で8回、はい、8回の表、はい、
山崎颯一郎、先頭打者、藤原にホームラン、いきなりね、いきなりね、3対1、うんうん、まあだけどさすがだね、その一発で動揺することなく、うん、後の3人をきっちり取ったということね、うん、三振ファーストゴロ、センターフライということでね、はい、ね、はい、で、その裏、うん、8回裏ね、8回裏、まあ何でもないシーンなんだよね、はい、これピッチャー、沢田がマウンド変わりますね、はい、はい、先頭バッター杉本、うん、ショートへの深い位置に打球を飛ばして、うん、あ、これ内野安打だな、内野安打だなと思ったら、うん、一塁に走ってない、うん、肉ばられた、うん、深いため息ちいちゃん、いやこれこの段でちょっと厳しい、いやこれは大変だよ、うん、ちょっと一切走れないって言うともうね、うん、結構大変ですよね、いや一切走れないし、もう 1,2 歩走ったところでやめたから、これ結構肉ばられかなっていうような感じがして、うん、まあこの回を取り上げたけどもさ、うん、で、とオリックスにとっては痛いですね。まあそうだね。で9回。はい、この回はもうそれでいいんですか？ね、いやもうこれしかない。あ、そういうことですね。うん、まあこれがあっての、まあここはあのチェンジになっての9回の表の表の攻撃ね。はい。はい、でピッチャー平野、9回抑えに出てきた。はい。ね、うん、先頭打者ポランコ、うん、ホームラン。いきなりね、また1点差。ね。うん、で鳥取の代打角中が茶谷のところに出てきて、うん、あ、今日は打てなかったな、セカンドゴロ、そうでしたね、うん、で安田もセカンドゴロ、うん、山口がサードライナーで、まあ、ゲーム終了ということ、最後の山口選手粘ってたんですけどね、まあそうだね、うん、で豊かの今日のヒーロー、はい、森、おい、やっぱこの先制の2点というのは大きく響いたね、うん、まあ、ロッテ側からすると、うん、でもオリックス側からすると、はい、やっぱ昨日ジリジリして、うん、点が取れなかったのが、うん、今日2点をポンと取ってくれたということは、うん、非常にペースを握って、うん、あのゲームを進められたということ、なるほど、それとやっぱりね6回、うん、この1点を大切にする守り、うん、それとピッチャーに与える意識、うん、まあ、例えばその外野フライだったら別に外野フライ持っていってもいいぐらいのボールは投げるんだけど、うん、前進守備を控えしてこの1点大事だよって、2点勝ってるけど1点やらないよっていう意識がやっぱロッテの投手陣、やっぱそれがきっちりできるんだね、うん、うん、それでサードゴロにして得点を与えなかったっていうことがやっぱ3対2で逃げ切れたということになったと思うんで、オリックスの投手陣ですね、もちろんもちろんロッテの投手陣って言いますけど、ああそう、うん、オリックスの投手陣のその意識がね、はい、やっぱ高いなっていうふうに思ったのと、うんうんうん、1点の大切さっていうのをすごくオリックスっていうのは大切にしてるなっていうゲームだったね、これ振り返ってみたら本当に大きな1点ですよね、いやもちろん、ね、もちろん、もうこの1点差っていうのを予想してたかしてないかっていうのは別としても、まあその1点を大事にしたことがこの結果になったということですかね、なったということだよね、うん、だから見事なゲーム運びだったと思います、はい、はい、ということでこの第4戦まで、はい、ロッテが1勝 ね、はい、あの星を取ったんですけど結局は4勝アドバンテージの1を入れて4勝1敗ということで、オリックスが勝ち抜けたということで、ね、勝ち抜けましたね、はい、はい、でそして、パリーグのクライマックスシリーズ MVP、はい、杉本、はい、やっぱ攻守にわたり、やっぱこの存在感を見せたということ、うん、でやっぱりね初戦からね、うん、あんまり状態はあんまり良くなかったと思うんだけど、はい、やっぱ右方向に打ちに行きながら自分のバッティングをつかみ、うん、チャンスメイクもするしチャンスで返すし、うんうん、でまた走塁、あとは守備、うん、昨日の守備でも飛びついて、うん、だからもう杉本しかいない、うん、その杉本が大丈夫って書いてるけど、やっぱこれは大丈夫じゃないと思うよ、ちょっとどういう状況なのかちょっと早く知りたいところですけれど、多分ね筋肉系の怪我だと思うからちょっと時間はかかりそうな感じがする、うん、それと紅林もねどういう状況かわからないけどもベンチを外れたということ、ね、まあ、レギュラーは2枚書く、ただ頓宮が帰ってきてるっていうのもあるけども、うん、やっぱ杉本いなかったらちょっと大変なことになるな、これ日本シリーズ、うん、だから大丈夫かなっていうふうには思うけど、うん、やっぱね、ちょっと痙攣とか、うん、そのぐらいの程度だったらいいけどね、とかね、ちょっとつったとかね、うん、
ちょっとこれはどういう状況かまたね気になりますね。まあそうだね、うん、まあ状況を追わないとねいけないとは思うけども、うん、まあただあの日本シリーズ関西ダービーになりました。オリックス対阪神、うんね、どういう戦いになるかもう本当に楽しみ。これね本当なんかまたそれぞれ特徴を持ったチーム、うん、そうだね、うん、まあお互いにピッチャーはいいけども、ね、まあ戦ってこう野球を進めていくっていうのはちょっと違うかなというふうに思うし、うん、やっぱ岡田監督と中嶋監督、うん、ね両方とも作詞だからね、どういうふうな手を打ってくるかとかね、うん、まあそういうのはこう見逃せないかな。両監督ともに楽しみにしてるでしょうかね。まあ楽しみだね、うんうん、まあ楽しみだろうね、はいはい、ということで、はい、28日待ち遠しいですけれども、ね、少し空きますね、はい、ちょっと空くね、うん、この間がね、はい、ピッチャー陣なんかはちょっと休養できたりするんでしょうか、うん、あとは怪我人とか ねやっぱ治療をちゃんとして、うん、まあまあピッチャーはこれだけの間隔を空けられると、うん、まあ少し調整はできるかな、しっかりね、うん、ということでロッテはねこれで、はい、そうだね、今シーズンはね、うん、最終戦になりましたけれども、はい、まあでも感動的な試合をね、うん、たくさん見せてもらったしね、うん、まあ谷尾さんがね、まあ、これで戻れなくて、うん、谷尾さんの声も聞けなくなったけども、谷尾さんね、谷尾さんね、うんうんうん、聞けなくなったけど、はい、まあ残念だけどもね、うん、まあロッテはなんか本当に感動的な和を見せてくれたような、うん、今年1年 ね、チームでした。はい、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、まあ28日から日本シリーズ楽しみにしてます、うん、はい、また ねお送りしたいと思いますので、はい、ぜひご覧になってください。はい、はい。